マージャンのローカル役では、現在の日本の標準的なマージャンにおいて正規には採用されていないが、一部のローカルルールで採用されている役、およびかつて採用されていた役を一覧する。各種ローカル役の由来や起源は様々であるが、本家中国マージャンに由来する役、日本で独自に考案されてある程度広まった役、アメリカや台湾など、海外のマージャンに由来し、 日本に輸入された役などにおおむね分類できる。古い中国麻雀に由来する役のことを子役ということもある。以下に一覧するローカル役の大多数は標準的なルールではほとんど採用されない。しかし一部の役満に関しては各種オンライン麻雀において現在もなお採用されている。それぞれの採用状況の違いについては本校下部の採用状況説を参照のこと。 三連国は、連続する三国史を含む数両方を作ったときに、成立する役。二半。三連ポとンも呼ばれる。しかし、論という形は、平和、団旧、一平行にも取ることができる。四連国は、連続する四国史を含む数両方を作ったときに、成立する役。百万。三連国と四連国をまとめて、連国役という。 中国麻雀では一式四節高の名称で正式に認められている。人は,は、子が自身の第一相も以前に論は量することで成立する役。講談のまとめを見てわかる通り、ローカルルールの中では採用されることの多い役である。チワと同じく論数量の前にチーポン感があった場合は無効となる。天内やチワと同じく役満とするルール、倍満もしくは飛べ満。 漫画とするルールがあり場所によって、値段の取り決めにばらつきが見られる。また、雀荘などではそもそも一輪を採用していない場合も、多く、事前に確認しておいた方が良い。一輪を採用しないルールで論をかけた場合、役なしのチョンボを取られる可能性すらある。トンズの2から8までを2枚ずつ使った、門前清一式団旧平和日平行を、役万としたもの。かつては、 トンズの1から7までを揃えた形が大車輪とされていた。現在の定義は蒸気レ時ジのような2から8までで一部のオンラインマージャンでは正規の役満として採用されている。なお、大車輪が採用されていない場合でも新一色団9平はプラスに平行イコール11半なので3倍満は確定。ドラがあるか率ツかと一役が絡むと数え役満になる。 また、超ハイジで大車輪が確定することはなく、マッチパイが何であろうと低めの数量の可能性がある。トンズの2から8をトイッツにしたものを大車輪と呼ぶことがあるのに対し、トンズの1から7もしくは3から9をトイッツにしたものを小車輪と呼ぶことがある。大車輪と同じく役満としている場合もあるし、倍満もしくは飛べ満としている場合もある。なお、 小車輪を採用していようがいまいが、門前正一色と二平行が同時に成立し、必然的に倍満以上の役になるため、小車輪を飛べ満として採用するのはあまり意味がないと言える。大車輪には定義揺れが見られないのに対し、小車輪は役の定義に以下のようなばらつきが見られる。さらに、パイ姿によって大車輪、中車輪、小車輪と分けているケースもある。 そもそも大車輪は1967年、かつ麻雀という本で発表された役であり、当初は、トンズ、シンイチ、両発行で数字が連続した形と定義されていた。これが、トンズ、シン1.7統一系と役の定義を拡大するか、否かで解釈の揺れが生じ、そこから小車輪、中車輪といった派生役が登場したもののようである。大と同じ形を、 作詞で作った場合、大竹林という別の役としたもの。大車輪と同じく約万。大車輪と同じ形を1万個で作った場合を、対数となりという、これまた別の役としたもの。大竹林、対数となりともに、大車輪の色違いのパイ姿という定義であり、小車輪と同格の派生役である。中国麻雀では、 連7体という役名で正式採用されているが、こちらは門前で一種7連続の統一であれば成立すると、広く定義されており、大車輪、小車輪、大竹林、対数隣を全て包含している。オープン立寺家は、リーチ宣言の際に手配を公開するリーチである。手配を全て公開するルールと、町に関わる部分だけルールがある。 通常のリーチに1半増しして2半として計算する。オープンリーチがかけられた場合、竹プレイヤーは宣言されたマッチパイを川に捨てることができない。手配すべてが当たりパイになるなどしてやむを得ず、振り込む場合は100万払いとして計算する。ただし別のリーチ者がオープンに振り込んだ場合は、通常の論数量として扱い、オープン率直の二半複合している役の半数で、 計算する。クレナイク弱とは、作詞の1、5、7、9と中を使った数両型。役満袋化。緑一式から派生した役だが、緑一式と違って、作詞の数パイに連続する部分がないため純子が作れず、G が使えない。かつ、4面ツイジャ弱トを構成するパイが5種類と完全に限定されるため、7とイ型でも作れず、 大体タイタイはあの形でしか作れない。そのため緑一色や清四郎等よりも難易度が高い。紅れない一色の名で紹介される場合もある。論1965年頃に横浜市の近藤周太郎という人物によって考案されたと言われる日本生まれの役である。近藤は緑一色に対抗して何かできないかと思い作ったが名付けの段になって、 くれない一色という名前では、灰の絵にそぐわないため、一作の図柄である苦弱にあやかって、くれないクジと名付けたと言われている。こう一点とは、緑一色の起こりを中に置き換えた数両型。緑一色と同じく役満。緑一色は起こりがなくても認められることがあるが、こう一点は、中がないと、怒こりなしの緑一色と同じになってしまうので、 中のないこう点は認められない。一点くれない、万緑総中こう点、万緑総中一点くれないという名称になっている場合もある。北総の文人、王安石の作とされる漢詩、ザクロ詩に一万緑総中くれない一点という一説があり、これが役の由来となっている。また、この役の歴史は緑一色よりも古いとされる。緑一色輪は、 緑一色の弱刀を模作に置き換えたもの。緑一色と同じく役満。出来上がったパイ姿を花に例え、おしべとめしべに見立てた模作の統一を中心として、パイを円形に並べ替えると美しく見えることから、この名がついたとされる。緑一色を作り損なった場合の、救済的意味合いが強い役であるが、五作以外の暮れないが混じった弱刀や、五作であっても国師や公師。 純子の一部では、緑、一色輪として認められず、単なる聖一色、婚一色として扱われる。同じ紅を和の中心として見立てた役に好意点が存在するが、こちらの弱頭は誤作ではなく中である。非常に特殊なローカル役であるため現在では、知る人も、ほとんどおらず、もっぱら、東海地方の一部の雀荘や、スーパーファミコン用ソフト 卒業番外返礼麻雀使用、などでわずかに見られるのみである。緑、一色輪を採用している雀荘の場合、緑一色の場合は必ずおこりが含まれていなければならないのに対し緑、一色輪の場合はおこりが入っていてはならないとされる場合もある。また、数のような誤作が中心に来るなら統一型のみを、緑、一色輪とする場合もある。黒一色は、 トンズの黒丸のみの灰と風灰で構成された数両型を薬満としたもの。大体和か七統一の形となる。二等、四等、八等が必ず入っていなくてはいけないとする場合もある。現在一般的なルールでは採用されない。ダンクレない和は赤色を含まない灰のみで四面ンツ一弱等、または七統一を作る役。門前三半、食い下がり二半。 自敗を含む場合を懇談くれない、自敗を含まない場合を、清志段くれないという場合がある。この時、清志段くれないは六反訳とされる。百万国は、一万この真一色で、数字の合計が百万以上となった時に成立する、約1万。袋か。この例では、合計が百十四となっている。ダブル役万とするルールもある。また、 合計がちょうど100になるのを純正100万国ということもある。さらに、と、様々なルールがある。一式三順は、同色で同数の順庫を3つ作った時に成立する、約。一平行は、同色同数の順庫2つだが、一式三順は、これが3つ。基本的には、門前役だが、袋を認めている場合もある。 門前で作った場合は三連国と同じ形になる。中国麻雀では一式三同順の名称で正式に認められている。一式四順は同色で同数の順庫を4つ作った時に成立する約役万、一式三順の上位役。基本的には門前役だが袋を認めている場合もある。中国麻雀では一式四同順の名称で正式に認められている。 十三不等は、親のハイパイ時、または、チーポン感のないこの第一つ文字に、メンツ、当主が一切なく弱等が一つだけある状態を、特別に役満としたもの。怒りの弱等がある以外は、すべてバラバラの状態になっている。比較的有名なローカル役だが定義に、揺れがあり、現在一般的なルールでは採用されない。十三向こうは、ハイパイ時、または、第一つ文字に、 メンツ、当シ、トイツが一切なく完全にバラバラになっている状態を特別に役満としたもの。13不当と比較すると、こちらにはトイツさえない。14不当とも言う。中国麻雀では、全不幸の名称で正式に認められているが、7世、向こと同様に爆打を経て手作りする役であり、また、数杯の部分の条件も、7へ向こうと類似している。 7M 校は食 A で1から4から7の筋を、食 B で2から5から8の筋を、食 C で3から6から9の筋を、それぞれ1枚ずつ、計7枚集め、かつ自敗7種を、すべて1枚ずつ揃えた形を、数量として認めた役。13不当や14不当と似ているが敗敗時に、宣言する役ではなく、爆打を経て手作りする役である。 中国麻雀では七世不幸の名称で正式に認められている。八連僧は連続八回は漁した場合の八回目の数量を手配のパイ素に関わらず、百万分の支払いとする取り決め。親で八回連続上がらなければならないルールと、流局を挟んでも良いから、親で八回連チャンすれば八連僧と認めるルールがある。定義に揺れがあることもあり。 現在、八連装を採用しているのは大手、オンラインマージャンでは、マージャン格闘クラブのみである。破壊八連装は、八連装を阻止する上がりを役満とする取り決め。八連装と同じく手配の中身は関係ない。八連装に付随するローカルルールであるが、採用されることは、ほぼない。客風三国は、役配にならない風、パイ三種を、 国史にしたとき成立する役。二半もしくは三半。役の定義から、東場の東家と南場の南家にしかできない。親のみに認める場合や、馬風は含まれても良いとする解釈もある。これは、東場の東屋の例。役のつく風パイが、ダブ東しかなく、役のつかない、南西北をすべて時子にしている。三、風国は、風、パイ四種のうち三種を、 国史にした場合成立する役。袋かの二班。客風三国と違い、薬杯が含まれていても良い。三風、三風子といった名称になっている場合もある。関西地方の一部で採用されている、ローカル薬である。東和の東屋の例。薬杯となる東が含まれていても三、風国は成立し、かつ、含まれている薬杯とも複合する。 この例なら、ダブ東プラス3、風国で満画になる。中国麻雀では3、風国の名称で正式に認められており、12点役で、ある。四字国は、自敗で四国を作った時に成立する役。必然的に、大体は、混一色の形になる。風花雪月は、の、核廃をすべて時子にしては漁した時に成立する、子役。役満。 4種類の灰はアコ黒でも明国でもよく、孔子になっていても構わない。残り2パイの制限もない。これは東はまたは東屋の例。花鳥風月とともに現在では知名度が下がり、一般的なルールでは採用されない。花鳥風月は、の、核灰をすべて時子にしては漁した時に成立する、子役、役万、袋家で、 4種類のイは暗黒でも明国でもよく、孔子になっていても構わない。残り2パイの制限もない。中国から伝わった役とされるが、現在では知名度も低く採用されることはない。これは東は、または東屋の例。東北新幹線は東と北を国史と弱東にし、残る三面図で一気通貫を作った数両型。約万。 門前薬泣いても良いとされることもある。薬万扱いではインフレが激しすぎるため、万画倍満程度にしている場合もある。この薬を認定しない場合においても、門前の場合は、一気通貫懇一色のご飯は確定し、最低限でも万画となる。東北新幹線が開通した1980年代に、考案された薬と考えられる。 1987年から週刊少年三ー町に不定期連載された中島透の漫画作品少年すずめき東にこの役が登場している。地域によって定義にばらつきがあり、東と北のシャンポン町のみ認めるとするルールや門前でなくても良いとするルールもある。また開業当時の東北新幹線の車両塗装が緑と白のツートンカラーであったことから、 一気通貫の部分は、作詞に限定するルール、列車の車輪に見立て、トンズに限定するルールなども見られる。東北自動車道は2棟、4棟、6棟、東、北の5種類を使った大体は、約万。2棟を二輪車、4棟を普通車、6棟を大型車に見立て東、北を東北とかけたものである。1987年から、 週刊少年三ー町に不定期連載された中島透の漫画作品少年すずめき東にこの役が登場している。ちなみにこの年東北自動車道は川口ジャンクション浦和 IC 館開通により全線開通している。南北戦争は南北を各3枚ずつと食営で1861を揃え食 B で。 1865を揃えることによって成立する約約万。門前約1861年と1865年は南北戦争の開戦と終戦の年である。アメリカのマージャンに由来する役であるが、四面対イ弱党の原則に従っていないため、日本のマージャンでは受け入れられていない。金門橋は123、345。 567、56 789という四メンツを作った時に成立する役。役マン。サンフランシスコにあるゴールデンゲートブリッジの姿になぞらえて、純子の橋と橋がつながった吊り橋状の四メンツを作る。中国マージャンの一色四歩高に相当する。ダブル役マンとするルールもある。ルールによっては、正一色でなければならない。門前でなければならないとすることもある。 また、金門橋中央の橋脚が最大橋脚であることに倣って、弱刀が同色の語でなければならないとする場合もある。その場合は五を枚使う形になり、格段に難易度が上がる。青の道門は、風、パイ四種のうち一つとトンズの2に四八と八で作った大体和を役万としたもの。袋しても構わない。大分県の史跡青の道門に見立てた役。 青の道門の逸話をもとに書かれた小説、温州の彼方に、の著者、菊池博は戦前、スズメ号としても有名であった。この、青道門という役も、菊池博にちなんで考案されたものと考えられるが、現在一般的な麻雀で採用されることはない。五門生徒は、一万個、トンズ、作詞、風イ、三元灰をすべて使った。 数両型を作った時に成立する役。五半もしくは二半、もしくは役万。五問祭もしくは五問一しと表記することもある。別名を五族共和という。弱刀は自敗に限るとするルール、大体型のみ認めるとするルール、門前役であるとするルールなど、取り決めには揺れが見られる。現在の日本のマージャンでは、ローカル役だが、中国マージャンでは、 正規の六点訳として認められている。マネマンは、子が、親のシャパイと全く同じパイを全く同じ順序で、捨てることにより成立する訳。マンガン。マネマンガンとも、一巡目から五巡目までとする場合や六巡目、七巡目までと、する場合など取り決めに、揺れがある。また六巡目まで真似すると飛べマン、七巡目で、倍マン、流極まで真似しきると役マンとする場合もある。 また半数に対応して6から7巡目までが飛べまん。8巡目以降で倍マンとする場合もある。子が子を真似しても認められるルールになっていることもある。成立までにポンチーンが入ると無効になる場合もある。フリージャン層やオンラインマージャン等で採用されることはまずない。仲間内のマージャンにおいても遊び半分でごくごく漏れに採用されることがある程度である。 コーブには、こをした直後の打敗に対して、論をすると成立する役。一半名前から、総工と混同されることがあるが、定義は全く異なる役である。霊状論とも呼ばれる。初期のコンピュータマージャンのように、総工という特殊なシステムの実装が困難だった時代に、総工の代わりとして、コーブリを採用することがあった。そのため、ローカル役の中では、 ある程度名前の知られている役で、比較的採用されることの多い役だったが、現在一般的なルールでは採用されない。東高和とは、第一順目に、こうして、令状開花では了した場合を、役万扱いとしたもの。第一つも以前に、竹の地一本感があった場合は成立しない。天な、地は、人和に準ずる役で、これらとは複合しない。また、 親のハイパイ時での暗寒の場合のみをと講和とする場合もある。いずれにせよ、現在一般的なルールでは採用されておらず、通常ルールではは両しても単なる霊場開花と、門前清志もはのみの二半となる。連開花とは、講を二回以上連続で行った場合の、霊場パイでのも数量を二半役としたもの。連行開花、講和とも、霊場開花の上位役なので、 霊場開花とは複合しない。霊場、パイ霊場廃祭所の項は、安堪、民項、過去を問わず、二つ目以降の項についても、霊場パイそのものによる、安堪、過去でなくてよい。五島開花とは、霊場開花で引いた数両配が五島だった場合を万願役として扱ったものノーズ柄を花に見立てた小役だが、現在のルールでは採用されない。 同様の子役に二作、槍甲がある。また、五刀を花に見立てた役に、花鳥風月と、風花雪月がある。二作、槍甲は、二作の加工に対して、総方では漁した場合を万願役として扱ったもの。ノーズ柄を槍に見立てた子役だが、現在のルールでは採用されない。一刀爆月は、海底で引いた、つも数両敗が一刀だった場合を、 漫画扱いとしたもの。ノーズ柄を月に見立て、海底に沈んだ月を救い取って上がるという意味の小役。現在のルールでは採用されない。幕月が片木月と表記されたり、一等老月と表記されることもある。九頭老魚は家庭で打ち出された九頭で、論は漁した場合を漫画扱いとしたもの。ノーズ柄を魚の群れに見立て、 川の底にいる魚群を救い上げて上がるという意味の子役。現在のルールでは採用されない。ツバメ返しは、竹のリーチ宣言杯で、論は量することによって成立する役。一半縛りには無効とするルール、門前役とするルール、追っかけリーチに対してのみ有効とするルールなど、値段や取り扱いに揺れが見られる。一方、リーチ宣言杯で、 論という定義とは大きく異なる定義を取るルールもある。昭和50年代の前半に天の大蔵らによって発表された新現代ルールではリーチ者がリーチ後に積も切ったパイで論という定義で一半縛りに有効であった。新現代ルールはツバメ返しを初めて提唱した成文化ルールで新たに設けたツバメ返しという新薬によって無薬無判定の救済。 リーチ変調の緩和を歌っている。なお、現在の通常の文脈では、ツバメ返しという語はここで解説したローカル役ではなく、浅田哲也のマージャン放浪記に登場する裏芸、天なツバメ返しを指す。詳細は、マージャンの不正行為ツバメ返しを参照する。大七星は、自敗七子をすべて使った自一式七統一である。七複星自敗七統一とも呼ばれる。 面前で作らなければならないため出現頻度は極めて低くダブル役満とすることもあるが各種マージャン団体、オンラインマージャン、ネットマージャンでは役自体が採用されていない。とはいえこの手は人種色であり、大七世が採用されていなくても数量すれば役満である。三元七トイツは三元杯三種のトイツを含む七トイツを 通常の七トイツの上位役として一反上乗せしたもの。三元杯七トイツとも呼ばれる。下記の四期七トイツとは複合できない。その場合は、字、一式、または上記の大七世となり、役満となるため、大身元、小三元と並べて、ミに三元と呼ばれることもある。四期七トイツは、風、杯四種のトイツを含む七トイツを、 通常の七統一の上位役として一半上乗せしたもの。四風七統一、四風パイ七統一とも呼ばれる。大四期、小四期と並べて、ミニ四期と呼ばれることもある。新平行は、二平行を構成する二翼の面積部分がそれぞれ同じ、数字だった時に成立する役。下の例では一万個が三百四十五で、トンズも三百四十五である。三半。 二ペーコー順という別称もあったようである。麻雀用語における、清は、新一色と混一色や清老刀と、混老刀に見られるように自敗の有無を指し示す、切刀時である。しかし、清士ペイコーコにおいては、そのような通常の意味で使われていない。総流総玉は、弱刀をトン図にし一万個と作詞で、同じ数字の順行を、それぞれ二組作った時に成立する役。 ただし、二十三万四千四百五十六のように、純子のどこかが重なっているものは、総流総玉として扱わない。文字通りトンズを玉に見立て、二匹の竜が争奪している、様をなぞらえたもの。子役のため点数は、諸説あるが、おおむね万願程度。流し漫願のようにとね役と複合しない、特殊万願とする場合もある。また、純子を六連続に限定して、 弱刀もご刀などに限ることで役満とする場合もある。鏡童話は2種類のスーパイで同じ順行を作れば成立する役。2班。門前役とする場合と食い下がり1班を認める場合がある。上の総流相玉と似通ったパイ姿になる役であるが、総流相玉が弱刀をトンズに限定しているのに、対し鏡童話にはそうした制約はない。弱刀を挟んで、 トンズで234と789、作しても234と789となっている。一部のコンピュータゲームで採用されていることがあった。中国麻雀では三色総流会という類似した役が正式に認められている。こちらは弱東が5であり、純子の組は123と789でなければならない。二道国は 二種類のスーパイで同じ時構を作れば、成立する役。両道国とも言う。二版だが、必ず大体和が複合するため、実質四半。鏡童話と違い食い下がりはない。鏡童話の大体和バージョンと言える。一万個で二と七の時構、トンズでも二と七の時構を作っている。パイ素型から、ダブルデート、アベック大体と、俗称されることもある。 中国麻雀には総道国という似た役があるが、総道国は同じ数字の二組の時子によって成立する役であり、二道国とはやや定義が異なる。小立は一万個、トンズ、作詞の同じ数字の数パイで国詞を二つ作り、もう一種を弱等にした場合に成立する役。食い下がりなしの二犯。主に北海道地方で採用されているローカル役で、 三色同国の小三元バージョンである。このパイ姿の場合で上がれば三色同国になり、で上がった場合は、小盾になる。小盾を採用する場合、三色同国は三半として扱う。五神通関は、同種の数パイで123,46,789と揃え後のカンチャン町ではした一気通関。一半一気通関全体級は、 一気通貫の456のベンツ以外の部分が、チャンタの条件を満たしているもの。門前3班、食い下がり2班。略して、一通チャンタと呼ばれる。一気通貫の上位役として採用している、ローカルルールが国々稀に見られる。なお、混一色の形になっている場合は、一通チャンタは消滅してしまうものとされる。純一気通貫全体級は、 上記の一気通貫全体級に自敗が含まれない場合に成立する役。つまり、一気通貫の456のメンツ以外の部分が、順ちゃんの条件を満たしているもの。門前4班、食い下がり3班。三色通貫は1万個、トンズ、作種の3種類のスーパイを使って、一気通貫を作った時に成立する役。門前2班、食い下がり1班。 三色一通、今一期通関と呼ばれることもある。中国麻雀の花流に相当。日本では漫画が最高点だった時代に一反役として知られていた子役である。しかし現在では一部のゲームソフトでオプションとして採用される程度である。単流とは三色通関を短期待ちで上がった時に成立する役。三色通関の上位役という扱いで。 三色通関とは、複合しない、門前役。花流からの派生役だが、中国麻雀には存在しない役である。三色連国は一万個、トンズ、作詞の三色で連番の時子を作ると成立する役。二半。一万個で六、作詞で七、トンズで八となっている。中国麻雀の三色三節高に相当する役だが、日本の麻雀では採用されない。 いた三国は、同色のスーパイで1.59の時子を作ると成立する役。中国から伝わった子役だが、現在では役として認められない。現在の一般的な麻雀の原型となった RCR 麻雀のルールでもこの役は採用されておらず、麻雀が日本化する過渡期の時代に消えていった役であると考えられる。戸部敗国は、同色のスーパイで1.35、 2.46、3.5、7、4.68、5.79など一つ飛ばしの3国詞を作ると成立する役。いただき3国と同じく、現在では採用されない子役である。筋廃国は、同色の数廃で1から4から7、2から5から8、3から6から9といった筋廃の3国詞を作ると成立する役。いただき3国や飛べ廃国と同じく、 現在では採用されない、子役である。十二落ちたいは、ポンと地位及び名校によって四面すべてを袋し、裸短期では量することで成立する役。一半役名は十二枚を、落ちたいしたという意味。四袋短期、唯一短期、大ずる者、前頭式、短期受根、他力本願という別名がある。四面す一弱頭すべてを竹に頼って作る役であり。 上がり方も論数量でなければならない。また、暗観を含む場合は十に落ちたいとして認められない。中国から伝わった子役だが、現在日本では知名度も低く採用するルールもない。ただし、中国麻雀では現在でもこの役に相当する役として、全球人という役が採用されている。近景独立は一作の裸短期を満願とした子役。 近景はとも、暗観が含まれている場合は、役として認めない。一作の図柄を取りに見立てたもので本来は一作で、なければ認められない役だったが、時代を経るうちに、裸短期であれば一半加算するという定義に変化していった。そのためこちらを四袋短期と呼ぶ場合もある。さらに時代を下った現在では、ほぼ採用されることのない過去の役となっている。 毒釣り管公説は、白の裸短期を満願とした、子役。暗管が含まれている場合は、役として認めない。白を雪に見立て、裸短期で待つ状態を一人で釣りをしている、情景になぞらいたもの。竜草原の死、公説に由来する、役満とする場合もある。近景独立と同様、現在では風化した役である。2014年現在、 すべてのマージャンプロ団体において、単一役によるダブル役マンは採用されていない。ただし、交換広く遊ばれている一般のマージャンでは、大四期、四暗黒短期町、国士無双十三面町、純正九連方等をダブル役マンとするローカルルールがある。また、人は四連国、大車輪、八連装については、各種ネットマージャン。 オンラインマージャンで採用しているところと採用していないところがある。これら扱いの違い、採用状況の違いは以下の通りである。蒸気ネットマージャン、オンラインマージャンをはじめ、現在の標準的なルールでは、シングル役満の値段はすべて個32000点、親48000点である。しかし昭和の末期頃まで一部のルールでは役満の値段を個24000。 親や3万6千点にしていることがあった。例えば1986年に発行された入門書、カラー版、マージャン教室には、薬万の値段は子2万4千、親や3万6千が普通だが、その難度から子3万2千、親や4万8千にしていることもあるとの記述が見られる。加えてこのルールブックでは、九連宝刀と王四期を大満願として別格に扱い、 通常の薬万の1.5倍の点数と規定していた。さらに時代を遡ると、1979年に発行された新現代ルールによる図解麻雀入門では、薬万を3倍万、4倍万、5倍万に分け、それぞれ子2万4000から3万2000から4万点、親3万6000から4万8000から6万点としていた。ありがとうございます。